ご機嫌をゲーム実況者の北です。新信長の野望やっていきたいと思います。今回のテーマはですね、豪傑試練サイレント修正かということでやっていきたいと思います。豪傑野党のですね、ポイント方針が修正されたということで、全体チャットの方でも話題になっていましたので、こちら見ていきたいと思います。現在ですね、豪傑野党の内容が修正されたというですね、ツイッターとかですね、ゲーム内で告知はありません。それではですね、変更点ということで見ていきたいと思います。まず一つ目としまして、ポイント達成報酬ですね、そちらが変更となっています。こちらですね、ポイントがですね、7000からですね、9000達成へ上昇しています。ですが、こちらの資源ですね、こちら以前ですね、資源10万の報酬だったのですが、12万にですね、増加しています。またですね、こちらですね、短縮アイテムは以前は1つだったのですが、報酬がですね、2つに増加しています。一番大幅に上昇したものとしましては、こちらですね、領主経験値となっています。こちら以前はですね、2000だったのが5000にですね、大幅に上昇しています。2段階目のポイントとしましては、1万8000からですね、2万2000に増加しています。こちらもですね、報酬は以前は10万だったのですが、こちら12万に増加しています。こちらですね、祈願兵に関しましては強気ですね。こちらの領主経験値はですね、こちらもですね、2000から5000に大幅に上昇しています。一番影響が大きいのはこちらでしょうね。これ、徴金がもらえるところなのですが、以前はですね、3万6000だったのが4万8000に上昇しています。ですが、徴金の方はですね、報酬としては据え置きになっています。こちらですね、領主経験値の方はですね、2000から5000というほどで、大幅に上昇しています。それではですね、ポイント達成に必要な野党はどれくらいなのかということで見ていきたいと思います。ポイントはですね、こちらで見れます。一般野党であれば、レベル20がですね、48体倒すことで、こちらですね、徴金がもらえるところまで報酬達成します。以前からですね、徴金までなかなか行きづらかったのですが、さらにですね、難しくなったかなと思います。それではですね、獲得ポイントということで見ていきたいと思います。野党レベルに応じてですね、ポイントが上昇していきます。精鋭野党の場合はですね、獲得ポイントが2倍となります。ですので、精鋭野党をですね、討伐することがポイント達成にはですね、ほぼほぼ必須となってくるかなと思います。レベル15であれば、普通の野党がですね、600ですので、精鋭であれば1200となりますので、20回討伐でですね、徴銀のところまでポイント達成するかなという感じではあります。ですが、正直言ってですね、この4万8000の徴銀はですね、諦めた方が資源的にもですね、精神的にも優しいかなと思います。ある程度ですね、天使レベル強化しているプレイヤーであれば、レベルの高い精鋭野党も倒せるとは思うのですが、その分ですね、損害も大きくなってしまいますので、ある程度のところで妥協した方がいいかなと思います。あとはですね、まったり遊んでいる方とかですね、新サバで始めたばかりみたいな方はですね、そんなに無理して高レベルの精鋭野党を倒す必要性はないかなというふうに思います。またですね、問題となるのはですね、精鋭野党の出現率ですね。出現率なのですが、ざっと見た感じ変わったようにはとても見えませんね。相変わらずの出現率となります。本当にですね、精鋭野党を探すのめんどくさいんですよね。なかなかですね、こう倒したいレベル、ちょうどいいレベルのものがなかなか見つかんないです。どうせならですね、こちらの探すからですね、精鋭野党の方も探せるようにしてくれればいいのになというふうに思っています。豪傑拠点の方はですね、アップデートでこちらから探せるようになったのですが、精鋭野党はですね、こちらからまだですね、探せるようにはならないです。それではですね、真珠の入手量は変わったのかということについて見ていきたいと思います。結論としましてはですね、特に変化ないですね。真珠の入手量なのですが、レベル1で10ですね、レベルが上がるごとに2個ずつ上昇していきます。この例でいきますと、レベル6ということで、20になりますね。まあ別にレベル6である必要性はなかったんですけど、まあ20でキリがいいかなというところでですね、レベル6倒してみましたが、まあ相変わらず20個ゲットということで、新人の入手量は変化ないです。なのですが、残念ながらですね、報酬交換の方はサイレント修正されています。外観の方がですね、アイコン枠と吹き出しとあるのですが、こちらがですね、700から800に上昇しています。またですね、ガチャチケットはですね、600から700に上昇しています。指定戦闘の方はですね、350から400です。千人軍人帳がこちらにあったのですが、千人軍人帳は削除されました。その代わりですね、9000札中ということで、8時間タイプのものですね、こちらが追加されています。交換レートとしましては、真珠250ですね。交換回数は5回となっています。また続きまして、鍛錬石ですね。こちらですね、以前はですね、50個で2個と交換できたんですけれども、30個で1個ということで、こちらはですね、交換レート上昇していますので、交換する場合にはですね、お気をつけください。資源につきましては据え置きですね。以前からですね、5個で5000ということで、こちらはですね、据え置きとなっています。続いてのですね、サイレント修正された部分としましては、順位報酬ですね。
こちら同盟の順位報酬なのですが、こちらの報酬も修正されています。具体的な修正場所としましては、入手できる資源宝箱の量が増加しています。こちらですね、以前は25個だったのですが30個になっています。50以内はですね、こちら以前は5個だったのですが3つ増加ということで8個になっています。超銀の入手量には変化は特にありません。ですので、サイレント修正された場所としましては、このポイント進行度ですね、こちらが増加したという点とですね、あとは真珠で交換できるレートですね、こちらががっつり上昇してしまったという点ですね。あとはですね、修正としましては、小さなとこなんですが、こちらですね、順位報酬がですね増加しましたよという点となります。それではですね、豪傑支援攻略ということでやっていきたいと思います。まずはですね、精鋭等の探し方ですね。このマップではなく1段階拡大したものですね。このマップに拡大しますと、普通のですね、野党はですね、何もこう表記されないのに対しまして、精鋭等の場合はですね、こう赤く表記されます。ですが、もう1段階拡大してしまいますと、精鋭等のですね、赤字も消えてしまいますので、拡大はですね、この1段階までですね、この拡大した状況でこんな感じでですね、こうスクロールしていくと見つけることができます。印象としましてはですね、山際とかですね、あとは海岸沿いですかね。あ、いましたね。こんな感じで山際とかですね、あとはですね、こういう海岸沿いみたいなところにですね、よく湧く印象があります。その後はですね、自分が討伐できるレベルの精鋭等を見つけて討伐していくという流れになります。精鋭等の強さなのですが、精鋭等はついていますが、強さは特に変化はないですね。一般のものと同じになります。例えばですね、レベル11ですと、兵士がですね、19,800 ですね。で、兵士のランクがレベル5、レベルが47ですね。祝福が120から130ということになります。で、こちらが一般の野党ですね。兵士は同じで19,800ということになります。運よくですね、超銀がドロップしましたね。めったにドロップしないのですが。で、兵士のランクがレベル5ですね。レベルが47です。祝福値がですね、こちらも一緒ですね。120から130ということで、強さはですね、一緒となっています。見つけたらですね、進行ということで討伐していきます。それではですね、鉄砲の精鋭野党ということで討伐してみます。はい、討伐完了しましたね。討伐後はですね、近くに兵士ランダムで再出現します。ここにいたのですが、次の出現はですね、ちょっと離れましたね。こちらの方に再出現しています。先ほどは鉄砲でしたが、今回はですね、槍兵野党ということで、再出現しています。こんな感じで再出現しますので、体力のある限りですね、進行という感じでどんどん討伐していってですね、ポイントを貯めていくという形になります。それではドロップアイテムということで見ていきたいと思います。確定でこちらですね、香炉が入手できます。様々なアイテムがランダムで入手可能なものとなっています。中身についてはですね、詳しく調べていませんので、今度ですね、時間があったら調べてみようかなと思います。中身としましては、各種短縮アイテムとかですね、資源が入手できたりはします。あとですね、こちらですね、ランダムで拠点情報が入手できます。1日ですね、15個まで入手できます。こちらですね、通常の野党ですと1個ずつしか入手できませんが、精鋭野党の場合はですね、2個ずつということで、こちらポイントともにですね、2倍ドロップできます。香炉とかも2つドロップしますので、なるべくですね、豪傑試練中は精鋭野党を討伐していきたいですね。それでは引き続きまして、豪傑拠点ということで見ていきたいと思います。拠点情報を消費でチャレンジできます。この時ですね、拠点情報のみの消費となりますので、討伐令はですね、未使用となります。ですので、一人でですね、複数部隊を送り込んでもですね、こちらですね、討伐令の方は消費しません。1日の報酬上限が20回となりまして、討伐しますと真珠がドロップします。通常の野党取りでですと、他のものもドロップしたりするんですが、真珠のみのドロップということで、豪傑試練をですね、アイテム交換目的以外ではちょっと使用することはないかなと思います。交換レートも上がってしまいましたので、同盟内でですね、協力して討伐していく形になるかなと思います。敵兵の種類なのですが、槍が出現しますので、鉄砲がいいですよということを見かけたのですが、これ中身はですね、バランスよく出現しています。槍とかですね、牙とか忍者とか鉄砲みたいな感じで、中身はこうバランスよく出現していますので、自分が得意な兵種ですね、レベルの高いもので攻略していくのがいいと思います。それではですね、報酬交換おすすめということで見ていきたいと思います。一番はガチャチケットでしょうね。神羅万象あたりにまで貯めておいて一気に使うというのがいいのかなと思います。2つ目のおすすめとしましては、9000札の中でしょうかね。資源集めてですね、天守レベル上げるような時はですね、安全のために9000札使いたいので、こちらが優先でいいかなと思います。その後交換し終わったら、指定戦闘令でしょうかね。基本的には同盟戦闘を使いますので、指定戦闘使うっていうのはよっぽどのことがないとは思うのですが、こちらもですね、予備に何個かあった方がですね、便利だと思います。指定戦闘なのですが、普通のランダム戦闘とかの場合はですね、場外に部隊いると戦闘できないんですけれども、
こちらの場合はですね、場外に部隊がいてもですね、即指定戦闘で移動することができます。じゃあ試しにやってみましょうか。今場外に最終部隊とですね、攻略部隊出ています。ここに指定戦闘で試しに移動してみましょうかね。はい、ポチッという形ですぐにですね、即部隊回収して移動できます。この時ですね、しっかりとですね、場内に最終部隊帰ってきています。資源ですね、ちゃんとゲットできています。続きまして外観ということで見ていきたいかなと思います。交換の方でですね、アイコンを開くと吹き出しゲットできます。上位3位までに入りますと、こちらですね、主城称号と表札ということで入手できます。それではですね、主城称号ということで見ていきたいと思います。こちらですね、7日間の使用制限はあるのですが、使用祝福ということで全軍攻撃力 1.0% があります。またですね、表札の方はですね、全軍防御力 1.0% とあります。1週間の期間限定なのですが、獲得できたらですね、優先的に使用したいかなというふうに思います。こちらですね、1回使ってみたいかなと思います。まあ 1% ですので、そんなに大きく差はないのですが、これ1回ですね、使ってみたいですね。ただしですね、今いる同盟がですね、ちょっとまったり系の同盟なので、上位ランキングですね、上位のランキングにちょっと縁がないんですが、機会があったらですね、使ってみたいと思います。はい、ということで今回はですね、豪傑試練サイレント修正化ということでお話ししました。どうもご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。いつもですね、フォローとかいいねありがとうございます。活動の励みとなっています。叶えたい夢があり活動しており、とても励みとなっています。今後もですね、新信長の野望を投稿していきますので、チャンネル登録とかですね、高評価よろしくお願いします。